今週はやっぱ田中聖さんでしょうね。もう僕はあの田中聖君が薬物の疑惑があった時にその疑惑を晴らしたいと思って本人もやってないって言ってたから当時田村敦の地上波ではダメ絶対っていう番組で本当になかなかタレントで抜き打ちの尿検査やらせてくれる人いなかったんですよ芸能界で。僕は OK してたんですけど僕はいつでも尿検査 してもらって構いませんっつったらすぐ番組のスタッフに尿検査を抜き打ちでやられたんですけどまあ陰性ですよね3回ぐらいやられましたけど全部陰性で、まあ、俺ばっかりそのチェックしたって他に僕も薬物疑惑立ってたんで失礼な話ですけどね田中幸喜くんが薬物疑惑があるから抜き打ちでやって本当に出ても本当に放送するからねっていうのをちゃんとマネージャーさんと話して。 本人も知らないってことをこう、そこで握って、抜き打ち尿検査するんですけど、まあ、あのときには陰性だったんですよね。だけど、その後、まあ、車のダッシュボードに入れてて、まあ、所持してたかしてないかみたいな、なんかこう、一回グレーみたいなのがあって、で、今度、所持していて、まあ、吸引もしてたのかな、そしたら今度、覚醒剤ですから。 執行猶予中だったんで、えーまあ、ちょっとほとぼりが覚めたら、田村敦のこう RC チャンネル、セカンドチャンスという企画があるので、そこでこうきくんがまだ芸能界をやろう、で、次の第一歩が、本当に反省して、次の一歩が決まってるんであれば、なんか後押ししたいなと思って、呼ぼうと思ってたんですよね。 でも今回、覚醒剤でもう多分実刑食らうと思うんですよ、これが今、疑惑ですけど、これが、まあ、でも疑惑ぐらいじゃあ,あんな逮捕に踏み切らないと思うんで、まあ、よほどの確証があっての、うん、逮捕だとは思いますけども、まあ、それでもね、これ皆さんこう賛否あるかもしれませんけど、結局、執行猶予がついてる、これ甘いって言われるかもしれないけど、執行猶予がついてる田中幸くんに、 手を差し伸べる人がいなかったでそれは甘えじゃないかってなるとは思うんですけど結局また罪を犯してしまうのであればよ社,社会にとって犯罪者は減らした方がいいという考えの中においてやっぱどうやって罪を犯した人に社会復帰をしてもらうかっていう ことを考えるのは、これも社会の役目なのではないかなって最近思うようになってきました。ダメなものはダメだよ。で、反省しなきゃいけないし、もう刑を、刑期を終えないとな何ともですけども、でもじゃあーキを終えて出てきて、えー、田中幸輝くんじゃなかったとしても、働く場所がない、 苦しい生活できない、えー、結局また社会に追い込まれて犯罪を犯してしまうでこれを甘いっていう人いるんだけどでも社会が手を差し伸べることができたらこの人って立ち直れるんじゃないかっていうところを皆さんはどうお考えでしょうか昨日まさに、えー、報道ランナーという番組に僕各週でレギュラーでやってますカンテレの特集でチャンスっていう元 受刑者の人のためだけの求人サイトの運営している人の話を聞いたんですよね、三宅さんという方の。自分はどこに入れ墨がありますとか、刑はどういう刑で、えー、刑務所の中ではこうやって過ごしましたというのを履歴書、その受刑者用の履歴書をそこは作っててで、うちの会社はあなたが犯罪を犯してたとしても受け入れますっていう。 企業がバーっとこうねて,てでそこで自分があこの仕事やってみたいなと思ったらそこに就職すると。でこれは言ったら罪を犯したけど罪を償って出てきた人に対してある種手を差し伸べてる行為じゃないですか。でも今までこの雑誌が出るまでは受刑者の人たちに優しい 就職案内所みたたいのはなかったんで,すよ、ね、でもやっぱ特別だと思いますもう今この時代になって名前を打ち込めばその人がやってしまった犯罪と一緒にねこうネットに出てくるでしょうからあ甘いですかこういう考えはどうですかね僕はセカンドチャンスっていうのは与えるべきだと思うんですよだからセカンドチャンスっていうコーナーやってるし でもいくらなんでもね反省してない人とかこの人ってセカンドチャンスを社会が与えてもそれをチャンスを棒に振りそうみたいな人は応援できないんですけど応援したいいじゃないで特に僕は自分の周りに結構つまずいた人も俺自身もつまずいたことあるし極楽ドームの山本さんにしても相方の田村亮さんにしてもやっぱ周りにつまずいてる人多いんですよ。 まあ,あとガーシーももそうでですよねでもガーシーシは強いからもうそのセカンドチャンスとかなくても一人でどん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 道を切り開いていってるけどね田中くんにしても堤下にしても田中くんもサードチャンスですで今の段階でこれって言うと甘いって言われるのは分かってますだけどめちゃめちゃ俺が思ってる甘いってことも言いたいし 田中聖んの周りの人たちがどんだけこう傷ついているかとかその怒鳴るとかじゃなくてちゃんと理論立てて説明してプラスあなたがダメなこともあるけどファンの人とかはねその輝いてた表現者時代を知ってる人たちはずっともう一回そのステージに戻ってもらいたいと思って応援してる人もいるのも事実ですから。ででもも今回裏切ったことでその人たちも また離れていくかもしれないけどなので、えー、今ここでもう早々と宣言しておきますけど田中聖君が刑を終えて芸能活動がやりたいと思っていて反省して、えー、次の進む道を自分でこういうことをやりたいんだっていうのが明確にある場合においては僕はサードチャンスという企画で対談したいと思います。で なんで執行猶予中の身でありながらもう一回覚醒剤を所持してしまったのかっていう話を聞くことは僕はみんなにとっても有意義な情報になりうると思っています。なので堤下にしても田中樹君にしても本来ならセカンドチャンスっていうコーナーなんですけどサードチャンスという名前でこの二人に関してはタイトルが変わりますけど。 お越しいただきたいなと思いますチャンネル登録よろしくお願いします